アイドルグループ、乃木坂46の久保しおり21が、ファースト魔獣交差点、集英社を11日に発売する。同作は地、東北と東京で1年以上にかけて、ロケを行い、20から21歳、かけての久保しおりドキュメントともいえ、写真集となっている。インタビューでは久保、人生の交差点ともいえる乃木坂46への、 加入にいて振り返ってもらうとともに、乃木坂46に入り、ていなかった未来についても語ってくれた。ファースト、魔獣、交差点インタビュー後編、地元での写真、ロケに、こんな人生もあった。それでも乃木坂46からこそ、特別な存在に出会えた、写真集は、地、東北と東京で撮影されたそうですが、それは、田本さんのアイデアですか久保、私の中では、 をる東北ロケっててていいいうののでで考えていたんですど地元にいる私の姿だけじゃなくて東京で一、頑張っている自分っていうのも写真集の中入れてもいいんじゃないかという意見を言い、抱いてすごく納得したので、ラジオの収録をしているシーンとか、東京でお仕事をしているも入れてみました。現在は上京してあい、ル活動をされていますが、やはり乃木坂46への入りは、 人生の大きな交差点だったのでしょう。久保、そうですね。乃木坂46になれると思ってい、かったですし、自分がカメラで撮られるって、う仕事をすると思ってなかったので、すごく、言ってます。未だに、今でも慣れてなくて、なん、不思議な感覚です。写真集で、東北にいる自分、見て、あ、全然、こういう人生もあったんだろう、って、すごく思います。 では、乃木坂46に入ってい、買ったら、どんな人生を歩んでいたと思いま、か、久保、多分、宮城から出てなかったですね。一生宮城で暮らすって親に宣言していたく、いいなので、地元が大好きで、宮城を出るってい選択肢がなかったので、宮城の大学に行って、城で就職して、宮城で結婚してっていう人生、たと思います。そんな人生も思い描きつつ、 乃木坂46で良かったなと思うことは久保乃木じゃなかったら、出会ってもないし、仲良くも出ないタイプだよねってメンバーとよくすんですよ。乃木坂46っていう場所に全員が集ったことで、クラスメイトでもない、家族でもいい、特別な存在に出会えました。そして、東京になかったら、叶わなかった夢がいっぱいや。東京にも魅力を感じるからこそ、 東北だけで、区、東京で、写真集の撮影もできてよかったな、って思います。ファースト写真集、交差点地元東北と今の名は拠点の東京で、一年以上に及ぶ撮影を通して、即、た、今までに見たことのない元の表情が満載。影は、雪の山形からスタートし、今春に、東京の、で締めくくった。雪にはしゃぐ無邪気な姿か。 温泉街での色気漂う表情、部屋でのリラック、下添う瞬間や仕事の現場での顔まで、20から21歳に、け、手の久保しおりドキュメントとなってい。久保しおり、久保、しおりプロフィール、2001年7月14、生まれ、宮城県出身、身長161センチ、血液型、大型、2016年9月、木坂46の、3期生オーディションに合格。 2017年から雑、セブンティーンでは専属モデルとして活躍。2022年2月より、乃木坂46、オールナイト日本でパーソナリティをメル。2022年3月発売の3セカンドシングル、人は夢を二度見る、は、山下瑞希と共に W センターを務め、現在 NHK 大ドラマ、どうする家康にも出演している。